チューリップ、著ョ、ニ南吉朗読、柳井恵学校の帰りに、キミコさんはお友達のノリコさんに、うちのチューリップの自慢をしました。うちで咲いたチューリップは、お花屋さんが売りに来るのよりも、5倍も綺麗なのよ。あら、いいわね。と、 お友達ののりこさんは羨ましそうに聞いて首をかしげました。クレヨンの赤とどっちが赤いか比べてみたのよ。そしたらクレヨンの赤の方がずっと薄くて汚いの。あら、そう。うちのお母さんが言ってたわ。この花から口紅が取れやしないだろうかって。そう。のりこちゃんがあの花。 写生なさったら最優等よ、きっと。あら、そんなことありませんわ。昨日、球根を埋めたんだけど、まだ二つか三つ残ってたから、お母さんに聞いて、のりこちゃんにあげてもいいわ。いただいてもよくって。きっとお母さん、いいって言うわよ。ちょうどその時、のりこさんのお家の前に来ました。それじゃあ、 明日の朝、持ってきてあげるわね。と言って、きみこさんはのりこさんと別れました。家に帰ってお母さんに聞くと、あげなさい、とおっしゃいました。そこで次の朝、のりこさんを誘いに行くとき、二つの球根を星ぶどうの空箱に入れて持って行きました。のーりーこーちゃんと、 きみこさんは垣根越しに呼びましたするとのりこさんの代わりにのりこさんのお姉さんがはーいと返事なさいましたあらと思っているとお姉さんがげん